ご機嫌いかがですか？実はですね、やだ。くそ。行け。始めよう。かかってこい。まさか。どうも。Thank you.
さて、いらっしゃい。頼む。はい。なあ、助かる。なんだ？これはこれは。ええ。お任せあれ。いえ。いえいえ。大丈夫か？わかった。行け。始めよう。使わせてもらう。使わせてもらう。使わせてもらう。どう動く？全力だ！当たるものか。私の出番だな。くらえ。当たるものか。私の出番だな。くらえ。使わせてもらう。
かかってこい。くらえ。終わりだな。すまない。あら、私は。え？ええ。実は、ありがとう。ねえ、それは確か。そう。ええ。そう。ああ。頼む。あら？まったく。
ありがとう。ワウ。どう動く？使わせてもらう。かかってこい。どう動く？くらえ。くらえ。やっかいな。くらえ。くらえ。相手に敬意を払う。ファイト。どうしようか。
けません。アールデイグヌス。戦いはやはり苦手です。かかってこい。狙い撃つ。なかなか考えないな。火炎よ。投降しエベル。私に行くぞ。狙い撃つ。どうだ。本気を聖戦士ステオーラよ。覚悟してください。アールデイグニス。出番だな。ガッタ。アールデイグヌス。さあ、マレフィックよ。苦手。大した強さだ。豪華だ。目が赤くない。師匠と戦った赤目とは違うようだ。だとすればさらに奥か。師匠。これは。あれは師匠の矢。石になりながら矢を射たのか。矢文か。
これを読んでいる誰かへ。これはそこで石になっているだろう。俺、狩人のザンターが書き残したものだ。俺は聖火騎士団からの依頼で赤目という魔物を追っていた。ここでその赤目とやり合ったが、このざまだ。赤目は石化の力を持っている。俺も足が石になって動くことができない。体全体が石になってしまう前に伝えたいことを書き記しておく。スティルスノーという村にスサンナという占い師がいる。あのばあさんならこの石化について知っているだろう。確証があるわけではないが、今となってはそれを願うしかない。どうか頼む。赤目は危険な存在だ。放置すれば被害は拡大する一方だ。人々を救うと思って手間だろうが頼まれてくれ。師匠。すまんな、ハイト。約束守れそうにない。石になっている最中に。お前がここで師匠を守ってくれるのか。そうだな、それは心強い。私はスサンナという人を訪ねてみる。師匠を救える方法があるかもしれない。待っていてくれ、師匠。必ず助けるからな。まずはナタリアさんに報告しなくては。ああ、そんな。ああ、そうか。それはね、そうか。それはね。そうか。
まさかザンターほどの狩人が。一つ聞きたい、赤目とは一体何なのだ。詳しくは知らないわ。私も正確師団の指示でザンターに依頼しただけだから。ただ正確師団は赤目をとても危険視していた。なぜそんな危険な相手をザンターさん一人に押し付けて。いや、それは違う。そう、逆なのよ。危険だからこそザンターに任せたの。ザンターの狩りの腕は東大一よ。彼の狩りの腕についていけなければ手助けになるどころか足手まといになる。私の村でも師匠を助けられるほどの狩人はいない。正確師団の判断は正しい。でもそれでも納得がいかないのは私もよ。それでもザンター一人に頼るしかない。そんな自分たちが情けなくなるわ。だからこそザンターの意志は継ぐ。私は赤目の足取りを追う。ハイト、あなたはザンターの手紙の通りにそのスサンナという占い師を探して。ああ、師匠が最後の希望を託した相手だ。状況を打破する知恵を貸してくれる。そう信じる。強いのね、あなたたち。そうでもないわ。ただ今はザンターがいないんだもの。これまでどれだけザンターに助けてもらったかわからないわ。だから今度はこっちが助ければいいの。私は赤目の情報を追うわ。掴んだら連絡する。ああ、頼む。くじけてなどいられない。必ず師匠を助けるんだ。待って、ハンイットさん。ナタリアさん。よかった。これ、旅に役立てて。ここまでしてくれなくても。いいのよ、これぐらいさせて。ザンターさんは私の恩人でもあるの。夫を亡くして沈んでいた私をいつも気にかけてくれて。なのに私には何の力もないわ。それはだからせめてあの人を助けようとするあなたの手助けをさせてほしいの。わかった。ありがたく使わせてもらう。ええ、そうして。ただ、無茶したらダメよ。
ザンターさんのためにも。そうだな。師匠を助けるために行くのだから、それで心配させては意味がない。ええ、そうよ。頑張って、ハンイットさん。もちろんだ。必ず師匠を助けて、一緒に顔を見せる。大丈夫だ。まあな。そうか。
なんと。はい。何？ああ。実を言うとな、まさか、だろ？私の出番だな。くらえ。かかってこい。くらえ。狙い。くらえ。どうか。行くぞ。使わせてもらう。どう動く？くらえ。かかってこい。くらえ。どう動く？くらえ。私の出番だ。くらえ。相手に敬意を払う。リンデに手伝わせて。こいつを中に運び入れてくれんか、ハンイットや。さすがに雪の上で倒れていたら風邪ひいちまうからね。おや、なんで名前を知ってるんだ？そう言いたいんだろう。私は占い師だよ。何でも占いで一発さ。こんなすごい占い師がいるなんて、この人ならきっと。というのは嘘なんじゃがな。嘘？魔物と心を通わせる狩人、そんなもんもうほとんどおらん。私でも知ってるのはザンターの坊やくらいなもんさ。あんたザンターの弟子なんだろ？黒き森の範囲と噂は聞いてる。魔物を使う手並み、都市格好、手がかりがあれば推測できるもんさ。あとは分かったことだけ口にすればいい。そうすれば外れないからね。こうして百発百中、
希代の占い師スサンナ様の出来上がりさ。インチキ占い師でがっくり来たかい？いや、逆に信頼できる。あなたが口にすることは絶対当たるという証拠だろ。ザンターの坊やもいい育て方したね。いいだろう。何が知りた。エクション。中で聞こうかい。ああ、それが良さそうだ。ザンターの坊やめ、ずいぶんと面倒なことに関わったもんだ。スサンナさん、師匠は助かるのか？方法はある。本当か？ああ、百発百中の占い師様の占いだ。信じるんじゃろ？そうだな。師匠を助けるためなら何だって。スサンナさん。あのザンターの坊やがこんないい子を育てたなんてね。私はちっとも思わなかったよ。あの師匠を見て育ってきたからな。そうかいそうかい。その手があったかい。サンタの坊やもやるもんだ。そうだな。言っておくが難しいぞ。覚悟の上だ。石にされたものを元に戻す。それは赤目を倒すこと。話の途中だよ。まったくせっかちな子だね。すまない。このまま挑んでもあんたはザンターの坊やの二の舞だよ。あんたまで石にされたら誰がザンターの坊やを助けるんだい。それはそうだが、まずは赤目に石化されないように対処しなくちゃいけない。ハイトやヘンルーだって薬草は聞いたことがあるかい？いや、初耳だ。この辺りにも昔人を石にする魔物がいて、その時に使われたのが石化を防ぐヘンルーだという薬草さ。赤目とやらの力にも効くはずだ。ヘンルーだのある場所への入り口は先にアレークを行かせて案内させる。ただそこは魔物の巣窟になった森だ。危険な場所だからね。焦らず
きちんと準備を整えな。わかった。ありがとう、スサンナさん。いいってことさ。ザンターの坊やは私にとっては出来の悪い息子みたいなもんさ。あんたがその弟子だっていうのは私にとっちゃ孫みたいなもんだ。孫のために力を貸してやるの喜ばないババはいないよ。ありがとう。それでは。さあ、授業の時間。それでは。これは。ありがとう。戦いの準備はできているよ。行くぞ。行きましょう。アールデイグニス。マレフィックよ。どう打った？狙い撃つ。かかってこい。狙い撃つ。
どう動く？癒しの奇跡を与えたまえ。さあ、どうする？マレフィックよ。この程度では不合格。あれか、あれさえあれば。師匠の話や伝承では聞いていたが、すさまじい威圧感だ。まさか私がこんな大物を相手にする日が来るとはな。そういえば話したが、クリフランド地方のドラゴン狩りの話。4回は聞いた。その度に長くなっていく。あ、そうだったか。話すたびに具体的に思い出すんだな。うん。私以外は多分信じない。師匠の狩りの獲物は大物が多すぎる。そうは言ってもな、本当に買ったからな。いきなり何？やめ！くそ、そんなに嫌か？嫌ではないけど。ははん？まさかお前、抱えられるのが恥ずかしい。バカ。まあ、あれだ。覚えておけ、ハイト。狩人ってのは、いろいろな獲物と戦う。中には、信じられないような奴もいる。誰にも信じてもらえないような狩りでも、自分だけは覚えておけ。ほら話だって、鼻で笑われたっていい。それにな、ハイト。なんだ、師匠。いつかお前も俺に聞かせてくれよ。ホラ話みたいなすごい狩りのこと。他の誰が信じなくたって、俺だけは信じてやるからさ。たっぷりと嫌になるくらい聞かせてやるから、覚悟しろ、師匠。覚悟はもう決めている。来い。なかなか考えがいが。マレフィックよ、向かって行くぞ。どう動く？それでコングレアルツ。マレフィックよ、逃がせ。行きましょう。エレメントブレイクロット。どう動く？癒しの奇跡を与えたまえ。頑張ります。コングレアルツ。
マレフィックよ。向かって。いつ。負けません。コングレアルティ。さあ、本気を。マレフィックよ。向かって。かかってこい。月輪よ、反撃の守りを。まこと、投降シェーベルよ。どう動くせい。一発反撃してください、コングレアルティ。負けません、コングレアルティ。癒しの奇跡を与えたまえ。サミダレ。さあ、どうだ。あ、行くぞ。さて、どうしようか。マレフィックよ、逃がせ。行きつけ、覚悟してください、コングレアルティ。覚悟、投降シェーベル。狙い撃つ。集中していこう、聖戦士ステオーラよ。授業はこれで終わりだ。やったか。ほう。大丈夫だ。変ルーダは手に入ったか。待っていてくれたのか。スサンナさんは案内を命じただけだぞ。待っていたのは俺の判断だ。悪いか。悪くはない、お前の勝手だ。先に戻る。帰りは問題ないだろう。心配してくれてありがとう。その変なやつだ。
おかしいよ。頼む。それで？それがいい。ありがとう。そうだな。ハンイット様ですね。そうだが、聖火騎士か。エリザ様から言づけを託されました。赤目の居場所を伝えよと。そうか、エリザが見つけ出してくれたか。はい、砂漠の町マルサリ、そこに赤目がいる。確かに受けたまわった。礼を言う。では、私はこれにて。もう行くのかい？ああ、とても世話になった。いいんだよ、あんたと私の仲さ。孫みたいなもんだって言ったろ。孫のための苦労なんざ苦労じゃないよ。ありがとう。スサンナさんのことよろしく頼む。頼まれるまでもない。それが俺の役目だ。そう。ハンイット、あんたあれだね。もうちょっと自分を自覚しないと。若い頃の私ほどじゃないにしても、あんたは別品なんだから。ん？ああ、わかったわかった。
気をつけて行っておいで。おう。あ、すべてが終わったらまた来る。師匠も連れてな。もしや。そうだ。はっ。はっ。ありがとう。大丈夫だ。すごい。ああ。それが。
将軍、いいか。そんな、行け。なあ、おう、うん、おい、はいと。あなたは、どうか。ああ、ラルフよ、よくぞ生きて戻った。いえ、不甲斐なく逃げ帰った身です。申し開きようもございません。何を言うか。王国のために生きて戻ってくる、それも大事な役目よ。まずは話せ、一体何があったのだ。はい、まず遺跡の周囲にいる魔物の群れ、これはある程度蹴散らすことに成功しました。我らはその勢いのまま遺跡へとたどり着きました。ですが、赤目の前に皆、特に恐ろしいのはあの人を石化する力です。赤目と目を合わせてしまった者は体が石になっていくのです。兵士の多くが赤目に石にされてしまいました。そうか、一つ聞きたい。何なりと。最後まで勇敢であったか。はい、そうか。報告ご苦労であった。だがどうすればよいのか。亡くなった勇士たちに報いなければ。
いや、まだ死んではいない。石化から元に戻し救う方法がある。赤目を倒すことができれば石化が溶け元に戻れる。なんと。だが赤目の恐ろしさはそなたも今ここで聞いたはずだ。目があっただけで石にされる、そんな相手をどう倒す。そのための対処法もある。だから赤目の相手は私に任せろ。勝てる。約束する。勝つ。そして石となった兵士を必ず救おう。そなたの名は？ハンイット。ハンイットよ、そなたの目には強い輝きがある。それは覚悟、または決意と呼ぶものだ。私はこの町が危機に陥るたびにそのような強き輝きを見てきた。今回もその輝きを持つ者を信じよう。ならば私は残りの兵士たちを率いて遺跡の外の魔物を引きつけましょう。成果騎士団、協力するわ。そしてハンイット殿を遺跡内へと必ずや送り届けます。うむ。ハンイットよ、必ず赤目を打ち生きて帰れよ。そうだな。それはね。なるほど。そうか。
よし。おう。さて。戦いの準備はできているよ。負けます。狙いか。なかなか考えがいが。やっ、マレフィックよ。Thank you.
けません。クルターグラティエ、マレフィックよ。かかってこい。なかなか簡単。マレフィックよ。授業はこれで終わりだ。私の出番だな。授業の時間だ。狙い撃つ。これはこの町の兵士たち。どういうことだ。私が感情を読めない。魔物や動物であればそれとなく感情が伝わってくるものだが、いや今はそれよりも師匠を、みんなを返してもらうぞ。覚悟はもう決めている。来い。狙い撃つ。やさて、
どうしようか。マレフィックよ。やて。行きましょう。癒しの奇跡を与えたまえ。マレフィックよ。逃がせ。行くぞ。そこだ。行きましょう。フルターグラティエ。狙い撃つ。サンダル。行きましょう。行きます。コングレアルクス。どう動く？集中し、マレフィックよ。ライフスピード狙い撃つ。使え。頑張ります。コングレアルクス。かかってこい。使え。負けません。コングレアルクス。さてどう。マレフィックよ。やて。さあどうで。マレフィックよ。やて。投降しエベル。私、行くぞ。癒しの奇跡を与えたまえ。行きましょう。コングレアルクス。行くぞ。マジックスピード。頑張ります。コングレアルクス。狙い撃つ。サミダレよ。なかなか考えがいがある。これでどうかな。どうしようか。マレフィックよ。やて。かかってこい。使え。覚悟。投降しエベル。コングレアルクス。を出そう。マレフィックよ。やて。行くぞ。かかってこい。
けません。コングレアルクス。マジックスピード。何？大丈夫だ。なんと！違う。助かった。かたじけない。いや。なんと。よかった。おお、赤目を倒した狩人の帰還だ。レナード将軍から報告は聞いた。見事赤目を倒したようだな。そなたに何と感謝してよいか。兵士のみならずこの町が救われた。私は自分の目的を果たしただけだ。それでも感謝したいのだ。いや、させてほしい。ぜひ感謝の宴を。ところだが、
行かねばならぬ場所があるのだろう。師匠が元に戻れたかを一刻も早くこの目で確かめたい。うん、そう言うだろうと思った。レナード将軍よ。はっ。我が町の恩人を送り届ける。その準備は整っております。あなたの事情をカリム王が聞いて用意を整えてくれたのよ。石化した死を救うためにあの赤目と戦ったのであろう。兵士たちと同じように元に戻っているはずだ。早く会いに行くがよい。ありがとう。ただ気が向いた時でよい。この町をまた訪れてほしい。その時こそ町を挙げて感謝の気持ちを表そう。はい、いつか必ず。もうすぐだ。魔物だ。魔物が出たぞ。リンデ、行くぞ。危ない。なら今のは。お、ハンイット。少し成長したか。外見は変わらない。中身という意味ならしたと思う。なあ、そのようだ。迷惑かけちまったか。迷惑ではない。ただただ心配した。それだけだ。そうか、悪かったな。ああ、すごく悪い。そこは悪くないだろう。悪いに決まっている。ナタリアさんやスサンナさん、それにエリザ、みんなに心配をかけたんだぞ。そら俺の不覚だった。必ずみんなには謝るって。で、その後に感謝するよ。ええ、そうし。ありがとうな、ハンイット。もしかして照れてるのか。そういう反応は変わらんな。師匠こそ中身が成長していない。この年になるとそうそう変われるもんじゃないさ。あの、ありがとうございました。悪い悪い。大丈夫だったか。
はい、それはおかげさまで。そらよかった。あれだ。まあまずはほら聞かせてくれよ。言っておくけど長くなるぞ。ああ、いいさ。今回の旅は私の人生においてほんの一部でしかない。これから多くの場所で私はさまざまな物語を紡ぐだろう。だが私が自分の物語を話すとき、初めに語るのはこの狩りのことだ。なぜならこの旅こそが今の私を決めた最初の物語だから。長々となったが、今日はここで話を終わろう。別の物語が聞きたくなったら、またこの村へ来てくれ。私の物語でよければ、何度でも語ろう。